月のうさぎをイメージしたモデル。こちらが GM の B2100 サーキットボードをモチーフにしたレーザー刻印。発売当時もすごい人気で、こんにちは。こちらのコーナーが G-SHOCK のプレミアムラインのコーナーになります。ありますね。かなり豊富にラインナップご用意しております。こちらが3月10日に発売された GMB2100 シリーズの新色になります。すごいゴージャスですね。こちらが GM の B2100 シリーズとなっておりまして、先ほどご紹介したモデルに Bluetooth 機能とはソーラーバッテリー搭載したモデルになっております。こちらのゴールドというのは初めてになるんですか？そうです、この2100シリーズのメタルでは初のモデルになっております。ゴールド以外にも使いやすいシルバー、あとブラックもご用意しております。メタルのシリーズは前からはあったんですけれども、ここ最近かなりラインナップも増えておりまして、お仕事使いの方とかにも非常に使いやすい、大人の方もおすすめのモデルになってますね。デジタルモデルの B5000 というモデルがございまして、そちらが非常にご好評いただいてまして、そちらから派生したモデル、初代のモデルの系譜を受け継ぐデザインが特徴のモデルになってます。こちらのモデルです。こちらがスクエアのメタルモデルになります。はいはい、発売当時もすごい人気で品薄になっていた商品ですね。こちらがおすすめのモデルなんですけれども、 B5000 シリーズのこちらチタン合金トランテクシーを採用したモデルになっておりまして、非常に高級感もありながら光沢のある仕上げが美しいモデルとなっております。こちらのデザインがサーキットボードをモチーフにしたレーザー刻印となっております。はい、回路基板のサーキットボードになります。男性の方にはすごい響くデザインだと思います。こちらちょっと柄が入ったことによって今までの B5000 とはまた異なる雰囲気に仕上がっております。チタン合金、はい、非常に軽いです。もう一本おすすめのモデルがございまして、こちらになります。こちらが G-SHOCK の MTG というメタルラインの G-SHOCK になるんですけれども、今回こちらのモデルが月のうさぎをイメージしたモデルになっておりまして、見ていただくとこのベゼルですとか文字盤などに月の月面ですねをイメージした加工が施されております。ゴージャスでユニークなデザインとなっております。うさぎの部分がこちらの小針の部分ですね、差し色の赤い針の部分がうさぎの目をモチーフにしたデザインとなっております。 G-SHOCK はカジュアルなイメージが強いと思うんですけれども、こういったメタルのラインも非常にラインナップ豊富にございますので、大人の方にも非常におすすめになっております。